こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。大宮記念競輪もいよいよ最終日、えー、決勝戦12レースの予想を行いたいと思います。はい、えー、こちらですね、えー、地元平原康太選手が勝ち上がってまいりました。えー、事実上、平原を新任投票になると思います。えー、平原は前で戦います。 今年の平原はどうかなという,、えー、いうところですが、えー、私は、えー、平原を信用して、えー、地元部位と見たいと思います。難関税も怖いですが、それ以上に、えー、森沢はちょっと不気味ですね。もちろん村上の意地も、えー、決死できないところであります。 ではもう少し詳しく見ていきましょう。12S 決勝戦ご覧のメンバーですね。競争得点一番持っているのは、えー、地元、一番者平原幸太選手。2番目が、えー、それに、その平原にマークする木暮選手。3番目が、えー、村上義弘選手ということで。ただ、あの、平原選手はやや抜けてますが、それ以外の選手、 そんなに差がないのでよ、4番車、6番車、8番車だからといって、えー、軽視はできないと思います。戦績見てみましょう。えー、今のところ、1次予選スタートではありますが、岩本がですね、えー、3連勝で勝ち上がってまいりました。えー、バックバックつけているのも初一は岩本だけ。ただ、やっぱり500番区ということもあり、 積極性っていう意味では、ちょっと微妙なのかな。まあ逆に言えばここ勝ちに来ているというのはあるかもしれませんが、えー、展開的にはやっぱり事実上の先行一者みたいな感じになるだけ、いやもその仕掛け方、あの、どこまで持つのかというのがポイントになりそうです。ではですね、えー こちらですね。バック回数は、いや、ホーム回数。え、岩本俊介は断然のトップですね。17回の9回。2位が、のバック数が平原幸太で2、5回。3位が、木暮れですね。3回となっております。これを見るかわかる通り、えー、岩本のバック数は圧倒的です。えー、逆に小川慎太郎とかはあんまり逃げておりません。 さ、佐藤友和をまくり追い込みが多いってことですね。村上もす、あのー、立川記念ではバック取ってる。あ、まああれ、番手まくりですよね。ですが、自分から逃げてというのはだんだんやっぱり年齢もあって厳しくなってきてるのかなっていう気はします。 えっと、ナビ予想はご覧の通りを、細切れですね、5分線、えー。3連単のシリーズ、やっぱり平原ですよね、一番集めてるのは。2位が、岩本と木暮れ。岩本結構、やっぱり、完全優勝を見えてるだけに人気になってますよね。以下、岡本。岩本の番手っていうのは結構、 今回は何人気してるのかなという気はします。森さんも調子いいですからね、5番手につけるのは分かります。一番人気ないのは佐藤智和ですかあんまり小川岩津は評価されてないですよね。スタート回数は8回で佐藤智和がダントツですかなんと佐藤智和が前受けして、 え、後ろの仕掛けを待つという形になります。ね。えー、二社団のオッズです。こちらが。やはり、一番人気は平原。え、木暮れ等の17が4.7倍で、これだけが10倍切ってますね。まあ、当然と言えるのではないでしょうか。平原かの二番人気が岩本なんですよね。これ結構、意外なと思いました。 えー、村上とか小川とか岩本の番手の岡村の方じゃないかなと思ってたんで、えー、これだけ、えー、っと岩本だけ岩本以外でしたら平原の頭は20倍以上つくんですよねなので岩本が結構 穴人気さしてるのではないかなと思います。えー、岩本岡村48が14.1倍ですね。で、えー、岩本平原41が17.4倍。岩本森沢で26.7倍ですか。何か穴がありそうな気はするんですよね。逆に、えー、木暮れが刺した、平原を刺す流れだと、 12.9倍。えー、一応これが2番人気ってことになるでしょうね。村上なんか全然売れてないですよね。やはりここ、ちょっと、この調子だったら今の村上は厳しいんじゃないかなって見られているってことだと思います。小川もやっぱりあんまり信用されてないっていうことの証明ですよね。この人気のなさは。森さん、穴人気。 だとは思うんですが、まあ、森沢の難しさは森沢の相手が手いろいろ手広く行かなければならないということですよね。なので、そう流ししてる場合もありますよね。それでも森沢から小川が全然売れてないのは結構驚きで。 驚き154倍ってのはちょっと魅力ありますね。あと、村上、意地は1着こそはさすがに減ってるものの、2着に食い込んでくることなあり得るんじゃないかなと思うんですけど、あんまり人気ないんですよね。平原からだったら31.3倍。平原以外。でも、えー、森沢とが、3級が50.1倍とかですので、 1>, えー、1着であったら売れないけど、2着だったらそれなり売れるだろうと思ったら、そんなに売れ,ない売れてないんですよね。でも村上は維持見せるんで、2着とか3着だったら要注意だと思います。えー、佐藤智和も全然売れてないですね。やっぱり準決勝も含めて、あんまり積極的な、えー、目立てる。 競争ができてないっていうことで、決勝でどれぐらい買い身があるかってことなんでしょうけどね。まあ、平原から売れているものの平原だけじゃなくて、えー、岩本も結構人気す、吸い取ってるなという気はいたします。 では、えー、それを、えー、それらの情報をもとに考えていきましょう。でも、勝ち上がり見てても、やっぱ、バック取ってるのは岩本のみ。なんで、他に自分が逃げてやろうっていう人間は、どうかな、今の小川だと考えにくい。平原は自分が優勝したいから、そういう戦法は取らないだろう。 村、村上かな短期でも逃げたりするかもしれないからな。まあ、友和もありえないだろうしな、となると、やっぱりかなり遅めの状態で、えー、岩本かましみたいな感じで、残り一周過ぎに先頭立つような展開も考えられるんですよね。残り一周を超えた時点でですね、先頭に立って、えー、そこからペースを上げる。 っていうのは、が、岩本濃厚なのかなと。で、そこの3番手を誰が取るか。あん、うん、村上なのかな。佐藤智和や小川慎太郎は取ってる印象はないんですよね。となると、やっぱり平原か、村上かっていうところで、で、結局、村上、平原で、並ぶか、平原すんなり取っちゃって、村上がその後ろあたり、 えー、木暮れの後ろ辺りいる構図しかちょっと展開的には考えづらいのかなと思いますかずの,の準決勝戦魅力がなかったですよね、まあ、確かに岩本は前場所ですね平でも完全バック取って完全優勝しています非常にあの足もいいと思います なので、この記念のメンバーで果たしてそれが通用するかどうかっていうところなんですが、やっぱここ大宮ですからね、そんなに記念クラスとなると、まあそんな壁があるのかな、記念の結晶になるとっていうのは感じますね。かといって他も 決め手がない。唯一決め手がありそうなのは森沢と、まあ、二着来た時の村上なのかなという気はします。ただ森沢も難しいんですよね。友和が。うまく仕掛けて、そのスピードに乗って、えー、コースをついて伸びるっていう条件があるんで、その時に、あの、友和がどの位置に行って、どれだけのスピードを出してくれるのか、 っていうのが深くて結構後方に置かれて8番手なんかに置かれて9番手でまあそれでも突っ込んでこれるのは大宮なんですけどスピードもそんなに準決勝見てでもかかるような気がしないんでかからずに届かないっていう展開はあるかもしれない危惧はしますよねただ森さん自体結構 調子はいいのは事実。となると、やっぱり森ー怖いっていうのがありますね。でえー、先ほど展開に戻ると、やっぱえー、岩本、岡村が先行し、残り1周弱っていうところでかまして先頭に立ったところ、えー、村上か平原がその後ろを追走している。 結局、村上、平原、木暮れ、この辺りで、その後ろ辺りとなると、どうだろう、やっぱり岩本の係いいと思うんですよね、やっぱり仕掛けがさすがに遅いだけに。ただ、直線となると、準決勝でも見た通り、黒沢とかも、あの いい逃げしてたんですよね、準決勝では。平原の前で。松岡なんかも、村上の前でいいまくりだったんですが、松岡健介も。結局、最後、えー、3着まで入れなかったということで、やっぱり調子良いようにかけても、やっぱり1着1着1着,1着なんで、 気持ちが岩本を高ぶっているとは思うんですよね。その高ぶりで、えー、っと、ど、仕掛けはやっぱり、他は逃げないと思ってるから遅くなるものをドカーンと行っちゃう。かかりはいいんだけど直線の持ちが意外と良くないということは、あの、シミュレーションして考えられると思います。まあ、それでもある程度粘っちゃう。となると、 うん、岩本よりは岡村の方が面白いと私は個人的には思います。まあ、どちらにしても、岩本岡村の後ろに、えー、村上とか平原とか木暮れがいて、その後ろとなるとかなり厳しい戦い。スピードの乗り次第で森沢が突っ込んでくれるぐらいじゃないかなと思いまして、君は知って としては村上より平原の方があるし、平原やっぱり地元だし、勝ちに関して貪欲に来るんじゃないかなと思うんで、え平原をし、えー、信用したいと思います。まあ、ああの、立川記念もまくり合う込みでしたが、なかなかいい伸びしてたんで、決勝戦。復調気配はあるのかなと思います。 え、着ぐれですよね。木暮れはやっぱりね、平原が地元なだけに結構神経使うと思うんですよね。ということもあり、後ろからもあの次々飛んでくるんで、ただ、前の係か,かりの方が良いんで、飛んでくるっていうよりも、かわせないんじゃないかなと思うんで、逆に平原が結構ギリギリ届いたりすると、木暮れ逆に 逆に届かないっていう展開もあるんで、器具としてはそちらの方かな。一応、あの、着具をトップにしますが、そんなに他は変わらないです。岩本も岡村も変わらないです。で、そこで、えー、森沢、村上は少し、確率低めに見ると。やっぱり、平原。 優勝したいっていうモチベーションは高いはずですから、それで届かず2着というのはなく、あの、飛ぶんだったらもう、あの、3着までは入らないと思います。岡の森沢とか、あの岩本とか岡村がしっかり優勝しちゃうでしょうね。まあ、わずかの確率で小川とか佐藤慎太郎、佐藤智和かなという、 えー、気はします。が、まあ、ほぼ、8割方、平原飛ばないと思います。局平原が、あの、特に、あの、癖者がいるわけじゃないんで、岩本が素直に出て、そこの3番手、4番手をうまく追走して、最後は、あの、幕僚込み気味に、 宮本がちょっと垂れたところをかわす。もちろん岡村を封印込んでるんで、岡村が先に抜け出しても、やっぱりそこはギリギリ届くというのが、まあ、やっぱりこの大宮記念決勝戦の、えー、一番考えられるシミュレーションじゃないかなと思っております。はい。えー、かなり長い動画になってしまって申し訳なかったです。 大宮記念経理決勝戦の予想をお送りいたしましたよろしけれチャンネル登高評価お願いしますブログツイッターやっております説明欄にアドレス記載してますよろしけれ見てくださいこの動画また、えー、関連動画動画プレイリストもあの最後の20秒で表示されますので お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。さあ、平原地元の大宮記念経理決勝戦。果たしてどのような結果になるんでしょうかご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。